た。さあ帰ろう。はい、皆さんおばでございます。そうそうでございます。今ですね、東京は清水橋、これ何区なのかな、新宿区山手通りのあれですね、ところに今います。方南通りと山手通りの交差点にいますけども、今ね、別な仕事が終わって今から帰るところでございます。まあね、言うてもね、直線距離でほんと徒歩2分ぐらいのところなので、特には何もこれといってこっから大移動するっていうことはありません。はい。ちなみに今夜の12時半でございます。すごいね。でもね、あとね、2回3回ぐらい東京来なきゃいけない。まさかね、東京でね YouTube 撮るとは思わなかったけども、まあそれでも1回はコンビニに行ってご飯買わなきゃいけないので、一回ここで渡らなきゃいけないんだな。すげえな、もうゴミ収集車回ってるよ。田舎じゃ考えられないね。すごいね、桜観光オリオンバスとかってありますね。新宿仙台ね、こういったものが走っておりますね。俺もこれで帰ればよかったかな。でも絶対今日11時なんぼのバスって無理だったでしょうっていう。まあどのみちクライアントの方がね、宿を取っていただいていたので、そこは助かったな。でもね、今までね、あれですよ、クライアントの方が宿を取ってくれて、でお金も払ってくれてたんですが、今回お金だけはなんか自分で払って、まあ当然ね、後から請求、領収書を渡して、でこうなんていうんですか、お金は返ってきましたけども、とりあえずね、夜行バスでの移動がきつかった。夜行バスでの移動がきつかった本当に。でそれ動画撮ろうとしたんだけどね、もう車内の空気が重すぎてカメラを回すあれではないっていうので、まあ後で、ね、まあ一回上がってるのかな、ご覧いただきたいなと思います。はい。いやしかしやっぱ東京も1月は寒いね。ちょっと舐めてたわ。いや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 、あんまりね、人生でこうやってね一人で東京に来るっていうのはないですからね。6年前にあれです、あ、こっから新宿か。あ、こっから新宿か。で向こうは何区になるの。向こうは渋谷区か。忘れてましたね。こう年末も1週間ここで生活をしたんですが、完全に忘れてます。とりあえずね、お腹空いたからとりあえずコンビニでね、お弁当とお酒を買って帰ろうかなと思ってます。はい。でちなみにですね、私が今日泊まるホテルでございます。アパです。ここ2回目です。前回もここ泊まりました。で今回もここ泊まります。多分次回もここです。あとずっとねスタジオっていうのがないので、まあとある動画の撮影でこうちょっとお声がかかったというか、そんな感じ で今回、引き受けたというか、採用されてでね、来てますが、しかしこれ寒いな、これは寒い。まあそんなこんなで、まあ一応予定としては明日ちょっとね、別なところに一箇所寄って、で夜
まあ、帰れたらいいけど多分帰れねえんだろうなっていうので、行きたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。以上動画はここまでにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。